イケメンすぎて犯罪者から飯うました男、ジェレミー・ミークスは強盗致傷罪、銃刀法違反で刑務所にぶち込まれた。逮捕直後に撮影された写真がイケメンすぎて警察のフェイスブックに掲載された写真に1週間で10万いいねがつけられ、世界で最もハンサムでセクシーな犯罪者と呼ばれた。出所後ファッションモデルとして活動を開始し、有名高級ブランドのモデルとして活躍。カンヌ映画祭にも招待され、セレブとの交流も増えていった。ジェレミーには服役中も支えてくれた妻がいたが、ファッション業界の大物でイギリスの大富豪クロエ・グリーンと不倫関係となり、養育費を支払う条件で合意離婚した。